インターネット上皆さんが使っている、データを、まあ、うまく解析することでもうちょっと効率よくインターネット使えるようにしましょうっていうところを、まあ、あと安心安全に使えるようにというかセキュリティも考えています。私の研究自体がその人の行動とか嬉しさ悲しさっていうのも考慮しながらインターネットのトラフィックの解析をしましょうっていうのを考えているので、最終的なやっぱり大きなゴールとしては、まあ、みんなが嬉しくなるようなインターネット基盤とその街づくりっていうのを、はい、考えてます。ステム賞2回応募してるので、1回目の面接の時にもっと、まあ、企業さんとのコラボレーションあるといいよっていう話を聞いて、まあ、やってみようっていうことでそういうふうに幅を広げることができたので、まあ、研究生活の中でのターニングポイントかなっていうふうに、はい、思います。